こんにちは、少子子です。こんにちは、キヨです。いや、夏休みですよ、キヨ先生。暑いですね。暑いですね。でも今日はですね、楽しく、はい、簡単なひまわりを描いてみたいと思います、はい、子供さんたちと一緒に描けるようなものを今日はします、うん、そうですね、はい、で、キヨさんはシャインマスカットです。はい、それではよろしくお願いします。はい、はい、今日はキュウリを使います。カットしたキュウリです。はい、それではキヨさんよろしくお願いします。何を描いてくれるのかな。シャインマスカットです、はい、おお、すごいね、また新しいことをするこの人ねいいでしょう、うん、いい感じよね。あのね、お皿の中にたっぷりとシャインマスカットの色を作ります、うんうんうん、なんかこの前の鉛筆からなんかこのペッタンペッタンいいね、シリーズとして。そうでしょう、うん、なんかね、夏休みにお孫さんと一緒にね、うん、こうやって遊ぶときっといい時間ができると思うんです。これはいい時間が作れると思います、ね、うん、そうなんです。楽しいよこれは。でもこれ買ってって言われるかもね買うのはちょっと高いよね。そうね、うんうん、でもこれ可愛いよ。あのね、紫色ですると普通に巨峰とかができるから、うん、そうだね、うんうん、いいと思います。このシャインマスカットは高いもんね。美味しいけどね。美味しいけどね。うん。うん、買って？買ってあげましょう。やったー。たくさん。はい、こんな風にペッタンペッタンです。本当にペッタンペッタンで終わっちゃったよ。もうこれだけで終わるやん。そう。でもこれに、ヘタをつけるだけでしょ。そう、ヘタをね、まっすぐ描くだけでも、もうそれだけでもいいんだけど、うん、今日はね、うん、ちょっとあのほら、お孫さんの前でね、描くときに、うん、こういう葉っぱがついてるんだよっていうのをね、うん、ちょっと調べながら、うん、時点で調べたりするとまた楽しいと思うんだよね。そうだ、うん、なかなかね、シャインマスカット葉っぱ付きのは売ってないもんね。そうだよね。確かに確かに。うん、だからここにちょっとね、葉っぱを描きます。鉛筆でね。はい。はい、これは分かりやすいですね。はい。で、あのお子さんと一緒にされる時って、うん、葉脈とかに、うん、あの絵の具だけではなくて、うん、クレヨンとかクレパスとか、うん、そういったのを使われると、うん、かなり簡単にいい作品が出来上がると思います。うん、あ、この葉っぱのところ、うん、今からね、葉脈を描くんですよ。うん、私たちは顔彩の白でこうやって描いていきますけど、うん、まあアクリルの白で描いてもいいんだけど、うん、アクリルの白だとね、伸びにくいから、うん、伸びにくいもんね、うん、これで浮き出るということですね。予定では、予定ではね、はい、はい、ね、こうやって 何回かやって、うん、はい、うん、じゃあグリーンのちょっと濃いやつをつけたいと思います。結構ついてるから大丈夫やろね、うん、神様よろしく。おー、出ましたねよかったね、よかった、ね、おー、なかなかいい感じ、なかなかいいでしょ、うん、いい、うん、素晴らしい。これは葉っぱを前に持ってきてもいいんだけど、今日は葉っぱを下に描いてます、うんうん、これ手前に持ってくるとまた逆に難しいよね、ハンコがね、ハンコ、ね、ちょっと消えちゃうしね。これでいいと思うよ。あ、よかったです、うん、ありがとうございます、はいはい、でこれで終わりじゃないんだよ。何、うん、あのね、巨峰とかさ、うん、マスカットとかブドウにはなんかこう点々っていうお尻みたいなの、あ、ね、そうね、うん、ついてるから、それをね、うん、描くんです、うん、これは色はもうお皿に残った色でもいいし、うん、黒とかグリーンとか濃い、ちょっと濃いやつがいい、うん、濃い色がいいね、うん、なんかちょっと薄いね、ちっちゃくない、うん、もうちょっと濃くする。全体的にだいたい描いた後でもう一回描きますね、うん、もう一回描いたらいいね、うん、してさ、うん、無駄にしないっていうのいいと思わない？いいですね。キュウリの、ね、そう、キュウリのあの部分ってみんな捨てちゃうんだよ。そうだね。うん、角っこはみんなアク抜きして捨
って捨てちゃうんですよね。そうだよね、それを利用します。はい、はい、はい、できました。それではそろそろ言葉を入れてください。はい、お願いします。それでは志子先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はね、はい、むちゃくちゃ簡単で可愛いやつ、うん、あ、そこから書くんだよね。もうそこから書いて、うん、はい、ここに目を、キャラクターっぽくね、うん、ひまわりに目はないんですけどね、はい、種はありますけどね。怖いよね、あったら , 笑ってるんですよ。なんか子供さんにね、うん、書いてあげるのに、うん、あ、ひまわりさん生き物なんだっていうのがなんか伝わるかなと思います。お花はみんな生きてます、ね、うん、ね、うん、暑くても元気がいいもん ね、 そうね、この黄色い花ってね、そうそう、このままだったらおかしいから、まあ、中心から出てるっていう、うん、この気持ちを忘れないで花びらを描くことね、うん、はい、で結構リズムよく、あんまり丁寧にならないようにね、うんうん、ざっくり、そう、ギザギザギザってなっても大丈夫なんですよね。ざっと書いていいと思います。まあマジックとかでもね、うん、書けないことないけどね、うん、そうね、筆で書くっていうのは難しいかもしれないけど、うん、このかすれが出たりとかね、うん、こういうのが出たりするとまた動きが出ていいんだよね、うん、かわいい、うんうん、で全部書かないところがかわいい。またそう、髪の毛が生えてますよ、羨ましいですよ、ね、最近ちょっと薄くなってきたんだよ。誰が？私言わせてます。あ、これは何色ですか？はい、これは、山吹色を使いました。はい、普通のレモン色みたいな 薄い黄色はね、ちょっと前に出ないので山吹色がいいと思います。レモン色に黄土色か、うん、いや、うん、そうか、朱色を、そうですね、少しだけ混ぜるとこの色ができます、うんうん、とりあえずはみんな山吹で塗って、はい、その後にね少し茶色入れていくっていう、うんうん、こういう感じでいいかな。あ、日焼けしますね。これは日焼けしたお顔になりました、うんうん、ちょっと種が出始めた感じね。そうそう、うん、花びらのところの根元のところにもちょっと茶色入れとくとね、立体的にちょっと見えてくるんだけどね。かわいいね、うん、もうこれで出来上がりです。あ、いいね、はい、じゃあよろしくお願いします。書きたいと思います。